はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、こちらすいません、ちょっと物々しくてアイスコーヒー動画の第2弾として、この器具タッチを使って今日は水出しコーヒーをね、作っていきたいと思います。いわゆるコールドブリューっていうやつですね。まあ、前回はこちらのマックマのカフェメタルを使ったドリップ方式のいわゆる急冷式と呼ばれる一番王道な、まあ、飲みやすいクリアなアイスコーヒーをご紹介しましたけれども、今回のちょっと癖があるっていうのかな、普通のコーヒーに使う、まあ、熱いお湯ですよね。これを一切使わずに水だけで抽出するので、まあ、ちょっとね、出る成分的にも味的にもやっぱりホットコーヒーとは一線を画すものになるんですよ。でもってさらにその中でも温度管理とかでちょっと味が変わったりだとか、これもなかなかね奥深い世界なんで、とりあえず実際にやっていきたいと思います。はい、じゃあまずはとりあえず一番簡単なこの浸出式からいきますか。こちらハリオのフィルターインコーヒーボトルっていう器具で、ここがまず水の容器で、こっちがコーヒーのフィルターケースで、あとは蓋だけですね。もうこんだけのシンプル構造でね、コーヒーができてしまうという本当に優れものの、多分ね一番水出しコーヒーやるんじゃこれが手軽なんじゃないかなって個人的に思っている器具です。はい、手順としてはまずこのフィルターの中に測った分量の粉を全部入れます。これは浅入りでも深入りでもブレンドコーヒーでも自分の好きなものでいいと思うんですけど、入れてみるまでちょっと分かんないところはありますね。水出しコーヒーってやっぱりホットの出方と全然変わってくるんで、入れてみないとこう癖があるかどうかって判断しづらいです。ちょっと賭けなところはありますね、正直。個人的には初めての水出しコーヒーであればチューブ化入り以上の方が、まあ少なくとも酸味はないからちょっとハードル低くなるかなとは思います。まあ基本自由でいいと思うんですけどね。まあ、とりあえずこうやって粉を入れたら、蓋をして、はい、こんな感じになりました。あとはこれを合体させて今度はこっちに水を入れます。ただここでポイントとして、僕はね氷を先に少し入れます。分量はねこれ 700ml なんですけれども、そのうちの100か200くらい、100でいいかな。あらかじめここにね、氷を入れておきます。で、ここへさっきのフィルターを装着して、ゼロに合わせ、上から水を注いでいきます。よし、OK。で、待って、これ蓋をして、軽く揺すって、なじませてあげて、よし、 OK。 これで、冷たい水になりました。あとはこれを冷蔵庫に入れて、7、8時間かな、はい、待つだけでございます。やることとしては本当に簡単です。ただ唯一この電動ミルを使うってところですね。やっぱり 55g ってなると相当な量なんで、手引きだと、まあ、夏にねなかなか厳しいと思うんで、まあ、粉で買ってくるか、まあ、なるべくミルを使って電動ミルで引いた方がいいと思います。あとさっきの水に氷を入れるってところですね。これは水をなるべく低温にしておくことで、抽出中、コーヒーの粉からね結構クリアに味が出るんですよ。ぬるい水、常温の水でやってしまうと結構癖のある味になるっていうか、ちょっとね独特な、あ、水出しですねっていう、あの個性がかなり強く出た味になるんですよ。まあ、もちろん水出しが好きな方はそれが好きっていう方もいらっしゃると思うんですけど、最初まず試すんだったら氷を入れてまずクリアにやった方が僕はいいと思います。じゃあ次こちら行きましょう。はい、こちらがいわゆる水出しの点滴式と呼ばれるような抽出器具でございます。さっきのが浸出式だったんですけれども、これ点滴式といって時間としてはちょっと短いんですけれども、水の出る量がポタポタ本当に点滴のような状態でコーヒーの粉に触れ合ってそれが通過して落ちていくという、基本的には常温に置いてやる器具ですね。なのでさっきの説明も踏まえると、こっちの方が若干癖のある味わいになるってことですね、温度が高いから。でこの点滴式の良さとしては、やっぱり見て楽しいってところですね。水がポタポタ落ちてきて少しずつコーヒーに染みていって、こうそれが落ちていくっていう、見ることを前提に作られた器具だとは思います。さっきの浸出式は入れたらもう冷蔵庫にぶっ込んで終わりだからちょっとまあ風情はないよね、ロマンがない。こっちはロマンがあるんですよ、これはね楽しい
まあ、点滴式にもいろんなタイプがあってね、それぞれいろんな見せ方をしてはくれるんですけれども、僕個人的にこれがお気に入りですね。前にカリタさんからもらってきた、ムービングっていう獅子脅しみたいなやつ。これ2つありますけど、コーヒーの抽出法的にはどっちもほぼほぼ一緒なんで、とりあえずまあ今日はこっちを使ってみようかなと思います。はい、まあ、さっきと同じようにね、豆を測って、はい、でやっぱり電動ミルですね。さあ、それでは粉を入れていきます。このパーツがコーヒーのバスケットになっているので、このフィルター、セラミックフィルターが入っているのをしっかり確認してから入れます。要はドリッパーみたいな感じですね。よいしょ、よし。で、ペーパーフィルターを乗っけて合体させて、あとはサーバー部分に水を入れます。で、この時もお好みによって氷を入れてもいいと思います。さっきの冷蔵庫に入れておくタイプと比べるともちろん効果薄いんですけど、まあないよりマシかなって感じですね。特にものすごく暑い時とかは、水がねぬるくなったりするんで、まあ多少は冷たくしておいた方がいいかなという考えからですね。よし、それでは蓋をして、はい、合体と。よし、でここをひねると水が出ます。この調整がね結構シビアなんだよね。多分水出し器具大体こんな感じだと思うんだけど、まあ 2,3 秒に1回くらいのペースで落ちるようになってます。で、溜まってこうですね。まあロマンというか風情がありますよね。まあただ身も蓋もないことを言ってしまうと、これ取ってもいいんですよ。本来の点滴式ってこんな風にポタ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 ね、一滴一滴コーヒーの粉に触れていくのが基本の、まあ、スタンダードなスタイルなんでね。これで少しずつコーヒーを出していきます。これで、ね、2,3 時間くらいですね。分量にもよるんですけど、基本的に常温に置かれた状態でコーヒーを抽出してくれます。まあすごくおしゃれな老舗の喫茶店とかに行くと、こういうのがでっかいのがね置いてあったりしますよね。ロマンだな。水出し。多分コールドブリューっていう言葉が 5,6 年くらい前になんか流行り出して、それからね結構メジャーになってますけど、要は水出しコーヒーなんですよ。こういうの昔からありますからね。で、一口に水出しって言ってもこんだけね、スタイルとか、まあ、やり方とかいろいろバリエーションがあったりします。ただ金銭的に、低コストで、さらに手軽で、まあ、後片付けも簡単とか、まあ、その辺手軽さを求めるってなると、やっぱりさっきの紳士式フィルターインコーヒーボトルのような、もう冷蔵庫に入れて終わりみたいな感じの方が多分手軽かとは思います。まあ、もちろんこれでも安いモデルはあるにはあるんですけどね、基本的にはまあこっちの方がちょっと価格的にも見た目的にもロマンがあるかなという感じですね。お休みの日とかに、ね、こうやって傍らに置いておくとすごく良さそうですよ。はい、というわけで、まあ、時間はかかりましたがね、こんな感じで水出しコーヒー、コールドブリュー、点滴式と紳士式両方出来上がりました。まあ、今回は間違えてね、昼間に仕込んでしまって夜中に飲む羽目になってしまいましたが本来であれば、夜に紳士式は仕込んでおいて朝にできているという感じですね。すごく便利なコーヒーです真似しないでくださいさあ、じゃあとりあえず飲んでいきますかね。アプス、よし、 OK、 いきます。はい、というわけで、出来上がりました。こちら、どっちがどっちだ、こっちが紳士式、こっちが点滴式ですね。まあ紳士の方がやっぱり色は薄いね、温度も低かったし。よし、じゃあこっちからいただきます。紳士式、いただきます。あ、うまいお茶感覚だね。すごく優しい感じ、ちょっと麦茶にも近いような、
ホットの状態で出ていたあの濃さというかコクというか苦味とかはだいぶなるくなってます。あ、スルスルいけちゃう。こっちね本当にあんま癖ないですね。まあ、逆に言うとホットらしいしっかり感もないし、水出しらしいこう癖もそんなに強くないっていう、まあ、どっちつかずって感じっていうか、まあ、優しい感じ個性を求めてる人からしたらちょっと物足りないかもしれないけど、と休憩がてらごくごく飲みたいとかそういう場合にはすごくいいと思います。じゃあ次、こちら点滴式ですね。だいぶ色が濃いです。うん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 、あ、癖ある今のこの現状の液体の温度自体は氷が両方いっぱい入ってるからほぼほぼ同じなんですけど、うん、出てるコーヒーが全然違う。これなんていうのかな、もちろん使う豆にもよるんだけど、水出しにするとねちょっといわゆるこう豆っぽさとか焙煎の香りとか、あとはねほのかにお酒っぽさもあるんですよね。優しくはない、だいぶ癖が強い。正直好みが分かれるところかなとは個人的には思います。まあ、僕はこの癖好きですけどね。あー、あり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 。まあ、今回は深入りを使いましたけど、これがね浅入りとかになってくるとよりね癖がちょっと顕著になる感じはあるかな。まあそれは新種も同じことが言えるんで、まあぜひぜひね、あの水出しコールドブリューを自分でやってみたいって方は、とりあえず深入りを選んで、さらに、新種で試すといいかもしれません。でいけそうだなって思ったらこっちにやってみるとか、まあちょっと器具の問題とかあるかもしれないけど、うん、あうん、なかなかね分かれるところだと思います。久しぶりにこんだけ点滴とね新種と並べて比べて飲んでみましたけれども、いやこんなに違うんだね、面白い。本当にコーヒーって面白いですねちょっとの条件だけで全然味が変わるんで、これをより自分の好みに寄せていくっていろいろ知っておいた方がそういう情報も入ってくるし判断材料になるかと思います。はい、というわけで、今日のカズマックスのコーヒーワールド、今日はコールドブリューのご紹介でございました。ぜひぜひ皆さんもこちら試してみてください。はい、というわけでまた次回お会いしましょう。じゃあね。寒い寒い、もう夜中だよ、読むわ、もう今。